こんにちは、benimiyamaです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は鶏のハツとごぼうの煮付け、お弁当のおかずや夕食にぴったりのちょっと濃いめのおかずです。いつも美味しさお手伝いします、benimiyamaです。ごぼうはよくたわしやブラシでよく洗ってもらって、包丁の背中や刃で周りを少し皮をむいてます。あとはもう水にさらしません。今日使う舞茸です。自然栽培の白神さんの舞茸です。とてもいい舞茸です。これ使っていきます。舞茸を少し切っていきます。半分にして、こういうところ外で栽培してるとこういうふうに落ち葉やいろいろ草などゴミなどがついてますから、こういうのをよく落としていきます。こんな感じで裂いてもらって、こういうところも包丁をこんな感じで入れて、なるべく房で残すようにしていきます。裏側を見て、こういうところ、こういうところ結構泥がついてますんで、泥がついてるところはちょっと落とす。結構大きいんでこれぐらいで十分だと思います。裏側はこんな感じです。表はこんな感じ。色もすごくいいですよね。こういう細かいのももったいないんで使っていきます。ネギはよく洗って落として、ここからこの辺からこんな感じで剥いていきます。1枚。このとこ硬いんで、これは使わないです。で、この部分なんですけど、ちょっと乾燥してたりしてる場合にはちょっと落とす。こんな感じで使っていきます。ただこういうふうにしてもらって、斜めに切っていきます。こんな感じでいいと思います。こういうところちょっと切って、泥がないか見てみます。これで OK です。こういう感じに用意しておきます。ごぼうは少し今回薄めに、こんな感じでいいと思います。これでネギと舞茸とごぼうを用意できました。生姜ですけど、お水を用意してもらって、皮を剥いていくんですけど、皮の剥き方、スプーンでこういう感じで持ってもらって、こういう感じで剥く方法。それからよく洗えば包丁で切ってもらって、こういう皮を使って、お魚を煮る時にこれを入れるんじゃなくて皮を入れてお魚ですか煮物すると無駄がなくていいです。大きい包丁なんですけども、ただこういうふうに動かすんじゃなくて、日頃からちょっと大変なんですけど、こういうふうに動かす、少しこういうふうに動かす癖をつけると包丁がきれいになっていきます。水に入れておくと色も変わりませんし、アクも抜けて美味しくなっていきます。あんまりつけすぎると良くないんですけども、こんな感じで OK です。鶏のハツ、これで 300g あります。ボウルを用意してもらって、まな板は必ず変えていきます。こういう脂肪を切ってもいいですし、こういう脂肪切り取るとさっぱりしますですけど、なんとなくもったいないんで、私はいつもこういう感じで開いていきます。気になれば切ってください。ちょっと取れればこんな感じで取ってもらった方がいいです。こんな感じで開いてもらって、すごく丁寧にするんでしたらこういうところを切っちゃいます。こうすればすごく丁寧ですね。こういうやり方と、こういうやり方、こんなやり、こういうふうにきれいにするのと、こういう感じ、どちらでも大丈夫です。きれいにする方法はいろいろあるんですけども、例えば牛乳で洗ったり塩で洗ったりあるんですけど、ちょっと塩入れます。これピンクソルトです。それからお酒、適当にジャーッと入れてます。入れましたらよくかき混ぜます。で、中に入れて、こういう感じで中のちょっと赤いの取っていきます。中につけといて、こんな感じで取っていきます。これの繰り返しです。今洗ったものを並べてあります。内臓は足が早いので、買ってきたその日に料理するのが理想です。今回の煮汁です。出汁が 500ml、 濃口醤油が 100ml、 本みりんが 100ml です。それにお砂糖、今回はちゃんと測っていました。お砂糖 30g です。で、かき混ぜます。これを煮汁に使っていきます。お好みで砂糖の量は調整してみてください。ちょっと甘めになっています。 30g を 15g にするとちょっとしょっぱめのような状況です。お好みで調整してください。フライパンに先ほどのおつゆ半分ぐらい入れます。で、中火にしていきます。沸騰してきましたらネギからごぼう、今回は鶏がありますんで先に入れないです。先にお野菜を入れて、ちょっと火を入れておきます。で、舞茸、ちょっと沸騰してきましたら生姜、端に入れておきます。そしたら初入れていきます。300でもいいですし、600でも大丈夫です。今回これは600やってます。300g でも大丈夫です。生姜は臭み取りで入れてくださいね。300ですともう少し少なくなるかもしれませんね。今回600ですんで結構多めです。もっと大きいフライパンでも大丈夫だと思います。しっかり煮つけるっていう、こんな感じですかね。こぼれそうでしたら少し火を弱くしてください。ネギも舞茸も柔らかくなっても OK です。主役はハツですんで、ハツが味が染みれば OK です。しっかり味を染みさせるためにゆっくり煮ていきます。煮汁が少なくなってきたらちょっと足していきます。時々こういうのもひっくり返して味が染みるようにしましょう。いっぺん煮といて、これに豆腐入れても、真ん中に豆腐入れても美味しそうですよね。ちょっとアクが出てきたので拾っていきます。とってもいい匂いです。さっと煮えたら食べていただいても結構ですし、結構煮て味をしっかり染みさせても OK です。5分くらい煮てもう OK です。もちろんもっとじっくり煮て味をしっかり仕上げても美味しいと思います。こういうふうにある程度作っておけば、後でおつゆと煮直して豆腐を入れたりネギをもう少し入れても美味しいです。5分ぐらい煮ましたら一つ食べてみてください。ちょっと薄めですね。もうちょっと煮た方がいいかもしれないですね。5分、10分くらいは煮た方がいいと思います。柔らかいネギが嫌だっていう方はもうちょっとネギ足しても美味しいですよね。上に刻んだネギを最後にかけても美味しいです。ちょっと山椒をかけても美味しいと思います。おつゆが残ってましたらいっぺんこんな風に全部入れちゃって火を入れます。それから容器に取って入れておくと味が均等になっていきます。これでちょうど10分ぐらい煮てますかね。ちょっとクツクツいってきたんで煮汁減らします。ちょっと味見したんですけども結構いい味になってます。15分ぐらい煮出したんでこれで止めて出来上がりです。もしたまり醤油があればこれに少し入れてもらうともっとコク出てきます。盛り付けていきます。まず大きい舞茸、ドーンと盛っちゃいましょうかね。それとここにごぼう、このぐらいあればいいですかね。もうちょっと更新してもらおう。そしたら端っこにネギ、この辺にネギを置いた方がいいですかね。もうネギクタクタになってますよね。でどんどんのせていきますね。こっちの方にも乗っちゃいますかね。こっちはいらないかな。これでおつゆを入れていきます。少し上から刻んだネギかけましょうね。この辺でいいか。出来上がりました。お豆腐も持っていました。いつも美味しさお手伝いします。benimiyamaです。